あの、まだ生きていたとはな。全く悪運の強い小娘だ。最悪。うん、どこ行くの？動けるならとっとと出て行け。すぐまた面倒に巻き込まれるぞ。あっそ、分かったよじいさん。言われなくても出てくったの。でも出て行かなかった。だって行くあてなんてなかったし。で、彼のところに居ついたの。自分のことは自分でやるっていう条件で。それが私たちの最悪な6ヶ月の始まり。クレアと別れて2ヶ月が経った頃、私はじいさんのおかげで動けるまで回復していた。腕輪はその後反応もなく、ウイルスが発症することもなかった。私はなんとか生き残ったみたい。ラッキーだった。そんな私にじいさんは早速狩りを手伝えと言ってきた。ここでは生きるために必要なものは全て自給自足、それがルール。銃は使えるか？まあ、一応。よし、弾は自分で手に入れろ。なくなっても俺は知らん。わかってるよ。自給自足がルールなんでしょ。狩りが終わったら、森の奥にある製材所の門へ向かえ。製材所の門ね、了解。必ず日が沈む前にたどり着けよ。さもないと化け物どもに食われちまうぞ。わかってるよ。分かって、食われる側はごめんだ。これまでの借りは返してもらうぞ。死ぬ気で働き、クソガキ。はいはい、頑張りますよクソジジ。やっぱり銃にはまだ慣れないな。何をブツブツ言ってやがる。お役暇があったら働け。分かってるよ、奥様。生きるためだけど心が痛む。
か。じっくり火を通せば食えんことはないぞ。これを食べるのはさすがに嫌だな。だったら食えるものを探せ。蛇やらネズミやらウサギやらな。でなきゃその虫がおかずになるぞ。獣どもが来るのは知ってやるよ。分かってるってば。私だってやるときはやるんだから。集中集中。クレアの銃の使い方を思い出して。さあ、ここでもう枯れるだけ買ってこいよ。最悪、人使いが荒すぎだっての、このクソジジイ。狩りが終わったら出口の門へ向かえ。はいはい。
しょ。ここまでにしようよ。ああ、わかった。まあいいだろう。やった。早く帰って休もうよ。休むだと？早く終わったんだから次は獲物をさばいてもらうぞ。私がさばくの？マジ？すぐに限界が来た。迫ってくる死からギリギリ逃げ回るような毎日に、私は島を出たいと言った。じいさんは無駄だと否定した。現実を見て生き残ることだけを考えろって。だけど私は希望を捨てる気はなかった。みんなに会いたい。パパとママに感謝の気持ちを伝えたい。その夜私はパパが死ぬ夢を見た。そばには誰もいなくてとても寂しそうだった。叱る相手もいなくて一人寂しく死んでいった。目が覚めた時私は泣いていた。その日私はミスを犯した。夜は出歩くなって言われてたのに、じいさんの言いつけを破って島から出る手段を探ってたら、化け物に襲われた挙句アジトに連れてきてしまった。何もかも最悪な形になった。これはお前が撒いた種だ。しっかり踏ん張れよ。分かってるよ。そっちこそね。まったく口の減らないクソガキだ。大事に使えよ、小娘。ずるいよ。自分だけたくさん持っててさ。俺は何年ここで暮らしてると思ってんだ。つべこぼ言わずに自給自足しろ。はいはい。移動するぞ。オッケー。
器を隠してやる。危険だが取りに行くしかねえ。武器は貴重だね。取りに行こう。あまり時間がないぞ。急げ。
てきた。もう一息だ。気を抜くな。お客様だ。キリがないな。最悪。いい加減しつこいね。何をやってる。これでお家に帰れるとでも思ってんのか。そんな甘い考えは捨てろ。怒られて当然。私が甘かったせいでアジトを失うところだった。現実を見ろ。生き残ることだけを考えろ。じいさんは正しかったんだ。私は心に誓った。強くなろう。とにかく生き延びよう。島から脱出するのはそれからのことだ。クレアと別れて半年が経とうとした頃、見たことのない化け物が出始めた。そいつのせいで狩りの獲物がすっかり減ってしまって、早い話が私たちはヤバい状況だった。でも狩りをやめるわけにはいかなかった。二人の生活は自給自足がルールだったから。いいか、日没までには帰るぞ。ここは本当に危ないからな。日没まで時間がないね。獲物が調達できたら森へ抜ける坂道の前に集合だ。俺は上から周りの状況を探る。くれぐれも無理はするな。わかった。しっかり見張っててよ。またあの気味の悪いやつだ。見つかったら。狩りをやめて森へ抜ける坂道まで逃げろ。分かった。最悪、見つかった。ああ、ここが合流地点ね。まあこんなもんかな。物資の中から書類を見つけた。実験台として鉱山に連れ去られた島民たちの記録だった。それを見たじいさんは一瞬で青ざめた。連れ去られた島民たちのリストにあったイリーナという名前。それは行方知れずだったじいさんの娘だった。
イリーナのことを知ってから、じいさんは元気がなくなった。娘さんのこと、ずっと気にしてたんだもんね。私のパパも同じように思ってくれてるのかな。私たちは、イリーナが連行された場所へ向かうことにした。じいさんが向き合うべき現実が、きっとそこにある。どんな危険が待ち受けているかわからないけど、とにかく進むしかなかった。イリーナの手がかり、見つけ出してみせる。私は心に決めていた。じいさんを放っておけなかったから。イリーナの手がかりを探し出そうよ。イリーナの手がかりを見つけ出すまでは帰らない。無理だけはするなよ、小娘。
この辺は片付いたね。進もう。了解だ。娘についての手がかりがこの奥の小屋にあるはずだ。この建物怪しいよ。何かあるかも。そうだ。だが今は化け物を片付けるのが先だ。そうだね。後で調べてみよう。Thank you.
見て、ひょっとしてイリーナの書き置きじゃない？じいさんは何も言わずにイリーナの手紙を見つめていた。これはじいさんに突きつけられた厳しい現実。パパもこんな風に悲しむのかな。そんなのは絶対嫌だ。でもこのままじゃ私も同じ運命をたどることになる。だとすれば私は一体どうすればいいの？そんなことを考えていた矢先、じいさんとの生活は突然終わりを迎えた。この島で生まれた。だからこの島で死ぬ。ここでイリーナと。そんなのってないよ。俺はそれでいい。だがお前は違う。ここで死ぬ人間じゃないはずだ、小娘。モイラだよ。小娘じゃない、モイラだよ、クソジジイ。その口の悪いとこは何とかしろよ、モイラ。俺はクソジジイじゃねえ。エフゲニーだ。パパ。